パイダーマンみたいな。あ、USJ 行かなきゃな。試験終わったら。都市を示すところだね。どうだろう、地下街、地下街どんなのが持ってるんだろう。商店街があるのかな、ね、ジェニスがその反対側なんだけど、来月11月中旬まで確か内装工事中。アップル、これこの地下街は来る人いねえんじゃないかな。どうなんだろう。あ、エスカレーターか。まだだいぶ先から入れたんだし、スタバがあるんですね。ここは？ああ、喫茶店だ。あ、こういう風になってるんだ。心斎橋の地下って。おお、100均ありますね。ほうほうほう。あのセリア大きいね。セリア株式上場であんまり頑張らしくないんだね、確かね。あ、食事どころ、オムライス、あ、オムライス食ってないな。ラーメン横綱、え、ラーメン横綱、あ、岡山大統領だったな。なんか名前をつけるのは自由なんだろうけど、で、大広告だ。通りはなかなか、これ地下街っていうとやっぱり企画対象として横浜のダイヤモンド地下街あるけど、一通りですね。でもこれ広さ、天井の高さともにこっちの大阪の方が優れてます。これ楽天3ヶ月無料、塗り替えたいね。ちょうどね、ビッグローブモバイル
を使ってるんですけど、なかなかいいんですよね。お、ここね、坂道はやっぱエスカレーターが、駅が、多分地下鉄の影響があるのかね。御堂筋線、そろそろ地上に出ないとダメかな。ここはメトロ広場、あの背の高いビルですかね。駅前にはデナーデリカ、まだ喫茶店がないので、ちょっと時間ね、待ち合わせで使えるような、新橋って結構ね、いいですよね、新橋。ナンバーほどでもなく。埋め立てになると結構洗練されてるし、これどうなんだろう、これ。この広場は。これが、滝の広場。滝？滝なのか。ちょっと地上に出てみようかな。あ、滝があるわ。ゆるく、ね。ただ、川崎のあのアゼリアみたいな、うん、おお、滝だ。滝近くってな。老人のなんか、配信なんですね。ちょうどしゃぶしゃぶのお店の前に来てる。あー、お腹すいた。何階だっけな。あ、ここから帰るのかな。しゃぶしゃぶ、間、営業時間、で回数が分かんないよ。